どうも皆さん、こんにちは、ケンです。今回紹介するのも前回に引き続きテントです。今回紹介するメーカーはギアートップというメーカーで、 Amazon のランキングでも常に上位にいるメーカーで、どんな製品を作っているかなと前々から気になっていたので、今回一番売れている4人用のテントを購入しました。ということで今回はギアートップの4人用で春、夏、秋、冬の4シーズン使えるテントをご紹介いたします。そもそもギアートップってどこのメーカーと思う方がいると思います。検索しても適当なことしか書いてないブログが多いため、この際なのでギアートップに連絡して、あなたたちは一体何者なんですかと、またギアートップの特徴を教えてくださいと連絡してみました。その結果、ギアートップは香港に本社を置く中国のメーカーだそうです。創設者のクリスは中国出身ですが、アメリカに渡り、アメリカにギアートップのデザインチームを作ったそうです。なので設計はアメリカで行い、生産は中国で行っているそうです。ギアートップのインスタグラムの写真に西洋人ばかりが写っているのはそういう理由だそうです。商品は18ヶ月保証があり、何かあった場合でも保証してくれるそうです。 Amazon のレビューを見ていると、付属品が足らなかったりすることがたまにあるそうですが、全てきちんと対応しているらしく、信頼できるメーカーだと思いました。ということで早速テントを見ていきましょう。まずはこのテントの特徴をさらっとご紹介いたします。1つ、居住スペースは 240cm×210cm ととても広いこと。2つ、冬でも使えるようにスカートがついています。しかし、まくることができるので、年中を通して使うことができます。3つ、扉を開ければ屋根付きの広い全室を作ることができます。ただし、ポールは付属していません。4つ、大きなテントですが、自立式なので、土の上や芝生の上だけでなく、どこでも設置できます。早速、袋から出して詳しく見ていきましょう。ちなみに、新品の時の収納時の大きさは、横44センチ。直径17センチでした。重さが約 4160g でした。袋には組み立て方の説明書が縫い付けられていました。日本語もあります。付属品はメインのポールが2本と、ペグが10本、ロープが4本、そしてインナーテントの天井に取り付けるためのポケットが入っていました。早速組み立てていきましょう。2本のポールを使ったごく普通の構造のテントなので、初めての組み立てでも5分10秒で組み立てることができました。この日は前回と同じく結構風が強かったんですけれども、ご覧の通り一人で組み立てることができました。テントを立て終えてペグを打ち込みました。この日はめちゃくちゃ風が強かったんですけれども、テント自体が飛ばされることはありませんでしたが、ご覧の通り風でテントがぺしゃんこになっています。しかしこれはこのテント自体が悪いのではなく、ポールを2本だけ使ったテントはどうしても風には弱くなってしまいます。しかし逆に考えてみれば、こんなにぺしゃんこになっているにもかかわらず、メインのポールは柔軟性があって折れることはありませんでした。テントの構造上、風を受け流す形ではありませんが、このぐらいの風でも壊れることはないという一つの目安になるかなと思います。前後の扉を開けてある程度風の逃げ道を作ってあげたら、ある程度の風には耐えることができます。外見を詳しく見ていきましょう。テントの側部には少し硬い板が入っています。マジックテープ部分と接続することで通気口になります。通気口は反対側にもあり、合計2箇所あります。特徴的なスノースカートはフックを使用してまくることができます。これによって寒い時期でも暑い時期でも使うことができます。これがこのテントの一番の特徴かなと思います。フライシートを外してインナーテントだけの状態はこのようになっています。通気口の部分の上2箇所だけがメッシュになっていますが、他の部分はメッシュではありません。つまり暑い季節はインナーテントだけで使用しても、ある程度のプライバシーは確保できるということです。また足元と頭の部分は小さい面積ですが、網戸になっており、通気性も良さそうです。つまりこのテントを1つ買えば、インナーテントだけで使えば真夏から、インナーテントとフライシート、そしてスノースカートを使えば真冬まで使えちゃうテントなんです。スカートが取り外せたりまくることができるテントはあっても、インナーテントが全てメッシュでできていたり、中途半端な4シーズンテントはたくさん見てきましたが、プライバシーがある程度確保されながらも通気性を保ち、真夏でも使用できて、スカートを伸ばせば真冬まで対応しているテントはこの価格では初めて見ました。これこそが真の4シーズンテントだと思います。ちなみにスカートの長さは18センチです。ということで外見をさらに詳しく見ていきましょう。ドアは前と後ろの2箇所があります。正面のドアを開けるとこのようになります。開けたドアはくるくる巻きにして上に固定できます。反対側のドアも開けてみましょう。反対側のドアは正面のデザインとは違い、よく見かけるタイプのドアです。
このドアも開けて横にくるくる巻きで固定することができます。次にインナーテントのドアを開けてみます。インナーテントのドアは綺麗なかまぼこ型ではなく少し斜めになっているタイプです。このタイプは入り口が狭くなるのであまり好きではありませんが、開けた扉を下側ではなく横に固定できるというメリットがあります。インナーテントのドアには網戸もついています。インナーテントにも前後扉があります。すべてのドアを開けるとこのようになります。個人的には入り口が2つあるタイプのテントは大好きで、周りの状況や荷物の状況に合わせて出入りする場所を変えられるのはとてもいいことだと思います。前室を詳しく見ていきましょう。正面の前室は大きくガスバーナーなどで調理しつつ荷物を置けるぐらいのスペースがあります。後ろの前室は構造上それより少し小さくなりますが、それでも十分な広さがあります。インナーテントの中を詳しく見ていきましょう。インナーテントの中はかなり大きく、一人では持て余してしまうほどの大きさです。テントの上部にはランタンをかけるフックがついています。その四隅に輪っかがついています。この輪っかに付属の天井ポケットを取り付ければメッシュのポケットになります。このメッシュのポケットは2つの部屋に分かれています。ここにポケットをつけてしまうとランタンを取り付けられないじゃないかと思う方がいると思います。しかしこのポケット真ん中に穴が開いているので、このようにランタンをかけることができます。この天井ポケットだけではなくサイドにもメッシュのポケットがあるので収納スペースはたくさんあります。先ほどお見せした通りインナーテントの中にも通気口があります。テントの各部の大きさは前室が240cm、150cm、80cm、 インナーテントの中は 240cm、 210cm、 体格が 310cm でした。反対側の前室は 240cm、 80cm です。このテントの特徴の一つである大きな前室、ここに別売りのポールなどを使用すればザ・キャンプって感じになります。正面の前室のこの部分の大きさは縦170、横が125cm なので、そのぐらいの大きさの屋根ができます。地面からの高さが 190cm のポールだとこんな感じになります。高さが 152cm のポールでこんな感じになります。 150cm から 160cm でちょうどいいかなと思います。耐水圧についてです。フライシートの耐水圧は 3000mm、 床の耐水圧は 5000mm となっています。床の方の耐水圧が 5000mm とフライシートよりも高くなっています。キャンプ中の雨は天井からより床からの浸水の方が多いので、天井が 3000mm、 床が 5000mm というのはめちゃくちゃバランスのいいスペックだと思います。フライシートの縫い目には防水のシームテープが貼られています。もちろん床の縫い目にも防水のシームテープが貼られています。このテントには残念なポイントがいくつかあります。一つはスカートを上げるフックが少ないということです。特にこの横の部分、こんなに長いにもかかわらずスカートを固定するフックは両端に2つしかありません。なので真ん中のあたりはどうしてもこのようにダランとなってしまいます。ここにもう一つフックがあればよかったなと思っています。2つ目はペグの本数が少ないということです。ペグ自体は太くて丈夫なものが使われているんですけれども、本数が10本しか入っていないので、この日のように風が強い日はペグをたくさん打ち込んでロープで固定しなければならないので10本では足りませんでした。前室の扉を開けて屋根にしたところにバイクを入れてみました。ハンドルから手前ははみ出てしまいましたが、車体の7割から8割程度は屋根の下に入れることができたと思います。原付だったり小さいバイクであれば完全に屋根の下に入れることができるのではないでしょうか。ちなみにバイクを入れたとしてもこのぐらいのスペースがまだ残っています。ほいところでいかがだったでしょうか。ギアトップの4人用テントのご紹介でした。ということでですね、毎度おなじみオロケンのフリートークなんですけれども、このテントの特徴としてこの広い前室が挙げられると思います。で、ちょっとねお見せした通り、バイクがちょっと入るぐらい、バイクのフロント部分だけがちょっと出てしまうんですけども、それ以外はまあ入るぐらいの、大きさがありました。でバイクは 250cc だったんですけれども、まあ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 原付とかぐらいならね、まあいい感じにすっぽり入るんじゃないかなと思います。で前室は僕が今いるここだけじゃなくて、こっちの後ろ側にも前室があるんで、まあ前室のスペースだけ考えたら、まあ4人分ぐらいの荷物っていうのは普通に前室だけに置けるんじゃないかなと思います。それともう一個の特徴であるスカートなんですけれども、全部こういったところの全ての面のスカートをめくることができます。で固定することができるんで、
本当に真冬から真夏まで使えるんじゃないかなと思います。で、お見せした通りインナーテントも、インナーテントだけで使っても、上の部分がね、通気口のある部分だけがメッシュなんですけど、それ以外はあのメッシュじゃないんで、プライバシーも確保されてますし、ある程度なんで、本当にこれ1個買えば真夏から真冬まで使えるテントだと思います。で、今までいろんなテントを見てきましたけど、ここまでこの真冬から真夏まで本当にこっからここまで使えるテントっていうのはなかなかないんじゃないかなと思います。で、僕ギアトップの人に連絡してこのテントの特徴とかを聞いてみたんですけど、やっぱりまあ4シーズン使えることをなんか念頭に置いてなんか設計しましたみたいなこと書いてあって、なるほどなと思って。で、今ちょっと映ってるこのポール、このポールは付属ではありません。で、ベッドを買う必要があります。で、今は僕1200円ぐらいのAmazonで一番安いポールは使ってるんですけど、もし、行く先のキャンプ場が山とかだったら、落ちてる木とかでも全然ポールの代わりにできるんで、150センチぐらいかな、ポールの長さは150センチぐらいがいいと思います。150センチぐらいの、落ちてる木があればポールの代わりにすることができるんで、ベッド、ポールを買う必要もなく山でキャンプするのであれば、だいたい3人ぐらいで余裕のテントかなと思います。で、2人やったら、こっち側と1人がこっち側に寝て1人がこっち側に寝て、で、真ん中にテーブルを置いたり、2人やったら相当快適に過ごせると思います。真ん中になんかね、テーブルとか置いてなんか飯食いながらね、トランプとかしたりできるぐらいの広さはあります。なんでね、こう大きいテントなんで、コットだったりそういったものを使うといいんじゃないかなと思います。ってことですね、今回はギアトップの4人用テントをご紹介しました。このテントの購入先は概要欄の方に貼ってるんで、気になった方はぜひチェックしてみてください。ってことで今回の動画はこれで終わります。ではまた。